はい、皆さんこんにちは、ワンダリングレビューです。では今回は信長の野望乱世紀続きをプレイしていきたいと思います。まあ、前回はですね、桶狭間合戦に始まり美濃攻略まで進めていったので、今回はターゲットを伊勢志摩にしてですね、伊勢志摩の攻略を行っていきたいなというふうに思っています。で、やっぱりその土地にいる黒人衆だったり、まあ寺社衆だったりっていったところにはしっかり根回しをしておく必要があるので、そこからまた始めていきましょう。順番としては伊勢志摩、伊賀、近江の順番でね、攻めていきたいなというふうに思っています。さあ、ではまずは奉行ですね。美濃からですね、一旦信長たち主力部隊は尾張に戻しました。一旦この後再びね、そのあたりは変えていきたいなというふうには思っているんですが、まず定勝は開墾、長森、まあ、このあたりも入ってるからいいかな。もう一通り奉行とかは全部入れちゃってるからね、7人枠を全部使い切ってるんで、まあ、このまま進めますか。で、そうなると訓練とかがどうなってるかっていうのはちょっと見ておきたいな。編成を見ておきます。編成で訓練度はまあ比較的みんな低いね。となると、奉行を解任して尾張の方で一人、訓練用の奉行を入れましょう。誰を、津川、吉冬、吉藤、なんだろう、ちょっと読み方がごめんなさい、間違ってるかもしれないですが、一人解任した上で尾張の方で奉行を入れていきます。訓練奉行ですね。ここはね、もう軍団を分けてもいっちゃいいんですけど、まあもう一旦ぐらいは、もう一国ぐらいかなぐらいは残して半兵衛に訓練をさせます。これでいいね。で、あとはさっきお話した各国の黒人衆はじめ勢力にひたすら媚びを打っていきましょう。兵糧100を送って、まあまずは何もせずに親密度、友好度を上げていきます。じゃあ続いて寺社、ここには岩生寺がいるね。読み方合ってますかね。じゃあ岩生寺さんにしっかり媚びを売りに行きます。信長自ら金100、あと忍者もいたっけ、確認しとく。忍者はいないね。じゃあ都市桑名、ここはしっかり取り込んでいきましょう。さあ、じゃあこれでターンを送っていきますね。しばらくはこの感じのプレイになってしまうかな。そうすると親密ぐらいまでね、有効度を上げてから、合戦に挑みたいですからね。結局互角の兵力で城攻めをしても勝ち目がないので、朝廷がやってきてますね。金をせびられるんだろうか。いや、そんなことないね。ただ単に任官されるだけなら
損はないので受けちゃいましょう。じゃあまた勢力に対して交渉を仕掛けていきます。じゃあ最後は自社に対しても一徹でも送っとくかな。まあ自社はね戦闘にも参加してくるんでしっかり有効度を高めておきましょうね。次のターンでまた有効度が疎遠になってなきゃいいんだけどね。さっきのターンで一回贈り物を渡して有効になったはずだけど、今見たら疎遠になってましたからね。松平家の人間だよこれ。だって松平家のところで止まってるじゃないか。そうだよね、松平家の忍者だよ。いやー家康め早くも敵対してきたな。家康の配下の忍者を、なんか家康が早くも敵対する意思を見せ始めているというのはちょっと気になりますけど、ここで台風が来てますね。軽くかすめていったな美濃も。訓練度合いを見て訓練度が高まっているようであれば伊勢志摩に進攻していきましょう。まあ浪人は基本的には召し抱えでいきます。まあ仮にしょぼい武将であったとしても、まあ、今断られましたけどねそもそも。じゃあ合戦編成で訓練度合いを確認していきます。訓練度合いまだもうちょっとかかるかな。信長はじめもう少し必要になっていきそうですね。鉄砲が不足しているので1000に軍勢ができない状態になっているな。じゃあこれは勢力をまたしっかり交渉していきましょう。で、都市には同じく交渉を仕掛けるんですが、交渉を仕掛けた時に商人を派遣してもらって鉄砲を買いましょう。金で鉄砲を買う。いやーでもね、鉄砲を買うために商人を派遣してもらうって商人側も絶対悪い話じゃないじゃないですか。これ疎遠になってるな。やっぱり願生寺こちらに願として味方する気がないな。さては、
また有効に戻しましたけど、多分次のターンになると再び疎遠になってそうな気がするんだよな。ちょっとそこで疎遠に戻ってるかどうか確認していきましょう。お、北畠が攻め込んだな。今見たぞ、北畠が家康の三河に攻め込んだの。ということは今北畠が多少なりとも緩んでるはず。そして信虎が来るの。すごいな、信虎が来るか。信虎のような軍勢が、ああ武将がよくこっちに来てくれたね。で、伊勢志摩の北畠が今家康のところ三河に攻め込んだのを確認したので、武将の数は減ってるはずです。武将というか兵の数はね。これはチャンスだな。出兵しよう。まずは人事で正月、統率108、半端ないな。統率108は半端ない。300、それ300望まれるよね。だって数が違いすぎるもん、統率の能力が。で定勝も200要求してるね。で長秀では100でいいんだ。で信盛は100ね。で半兵衛だね。半兵衛は100、半兵衛とか200とか上げたいぐらいなんだよな。で一徹だな。一徹はおお、これで500の耐震の身になりましたね。500持ってるのって多分一徹ぐらいじゃないかな。古参中の古参、村井定勝とかですらね200だし、戦闘力で活躍しやすい秀吉とか勝家でも300、400の中、戸様の一徹が早くも500という状態です。じゃあこれで合戦していきます。まずは出陣で編成を見ていきましょうね。編成でいうと、まあ信長が戦にできないのはしょうがないよね、鉄砲不足なんで。問題は信虎もまだ200か。これはあれだな、もう1ターン待った方がいいね。で商人は派遣してくれてないな。しょうがない、これはしょうがないね。じゃあ懲りずに国人衆都市、あとは寺社に対してしっかりと有効度を測り、いざ戦闘になった時に味方になってもらえるように根回ししておきましょう。もう根回しに関して言うとね、別にゲーム上の話じゃなくても実際生きていく上でも必要ですからね。あ、信長送っちゃった。まあいいや、兵糧は腐るほどあるんで。寺社や、問題は寺社。おお、寺社いつの間にか親密になってるし、どういうこと。あんだけなかなか何もしてくれなかったのに。いやでもこれ親密だからといって油断してるとって言っても何もできないか。じゃあいいね、これで次のターン来たら兵を出してもらおう。いやちょっと待ってね、そしたら倍は勢力で交渉でもう一回どうだろう。都市に対して何かできることある？ないね。いややっぱり何も求めなかったけど、商人を派遣してもらって鉄砲を買いたかったなと後から思ったんですが、追加での交渉ができない。つまり一旦に1勢力に対しては1回の交渉だけということですね。
どうする？これ家康を派遣するかどうかだな。家康を派遣するとまた家康に城をかっぱらわれるリスクがあるんで、まあ信長の軍勢だけで攻めるのがいいよな。お、義高が来てるね。うん。何？伊勢湾に他の水軍が攻め込んできたと。金550。まあ、金550をあげよう。え、島水軍は滅亡したの？マジかよ。金550をドブに捨てたようなもんじゃねえか。なんてことだ。しょうがないな。最後、じゃあ交渉で勢力を完全に抱き込むために最後の交渉を行っておく。いや、交渉した後だと下手したらあれだな、軍が動かせなくなるんで。商人が来訪中。商人来訪中か。商人来訪中か。これ鉄砲買おう。150鉄砲が買えたら鉄砲買おう。村井定勝と孫十郎さんで交渉してもらおうか。鉄砲150売ってくれ。鉄砲150買えないのか。いや、鉄砲90、100丁も売ってくれないのか。いや、これショッキングだな。しょうがない、諦めよう。何もできないもんね、これ。正直言ってこれはもうしょうがないんで諦めて、次のお金がまとまって入る時まで我慢しましょう。それしかちょっと道がないので。で、その上でできればこの次のターンに任せていきますか。でだ、肝心の合戦の方にね入っていきたいと思うので、合戦の方にメニューを移していきましょう。出陣です。で、出陣元はもちろん尾張で、出陣先は長野。で、信長でしょう。信長、秀吉、勝家、一徹、一益、半兵衛、信虎。ちょっと軍勢の数少ないけどここは入れたい、どうしても。で、堀尾吉春の二打隊ですね。これで出陣していこう。敵の陣容が分からないというのはあるけど、他の大名家要請するか。負けたら元もこなもうないので、ここは要請しよう。上の森田家第一軍どうだね、言うこと50。まあ出してくれないのか。まあそれならそれでいいよ。森田にね城を奪われる可能性があるんで。さあ、問題は各勢力がこちらに味方してくれるかどうかだな。よし、まずは岩礁氏はこちらに味方してくれるね。中立は国衆、伊勢の国衆中立か。マジか。で、守備側には北畑がついてるわけだな。まずは合流して陣を組みましょう。その上で
絡むことになってるけど、とりあえず気合を一発打ってくる。で、こいつがジンの方に迫ってくる。誰だこいつ、細野だ。細野を撃退しないとジンが危ない。ロシアルの部隊が半分まですり減らされちゃった。試合をとりあえず入れとこう。あ、そうか、今外に出ちゃってんだな。陣がかりにして休憩に入っちゃってた。休憩の指示を出した場合はないのか。こいつは勝手に休息取りやがったな。多分ね、何かのボタンを押しちゃったんでしょうけど、それにしたって勝手に休んだ感がすごい。どっしゃぶりの雨だわ。いや、これは吉原の部隊が危ないな。で、亀山城どこにあった肝心の、ここだな。これ亀山城だよね。じゃあ亀山城の攻略に入ろう。こちらもそれに合わせて、測りましょう。式のアップを測る。で、あとはこちらは城の攻撃に入る。周辺の部隊が壊滅したから、まあ、しょうがない。問題は神山城をしっかり落とすことが重要だからな。岩昌寺の部隊が敵部隊を抑えてくれてる間に、なんとかこちらとしては抑えちゃいたい。神山城よし取ったね。寄せを買って先に進もう。この城はでかいな。これは五所だな。五所も狙おう。もうただ199と多少でかいわけだな。防御力がやっぱりね違いますね。そしたらここは気合を入れて最後の手だ。よし、これでどうなったかですね。
そうか、あのまま攻めてればね、北畠も落とせてたかなって感じはするけど、まずは長野県伊勢志摩に拠点を取れたというだけでもよしとしましょう。なので次回はね、いよいよ北畠攻略に入っていきましょうか。240まで名声もアップしたね。だいぶ名声アップ。このままどんどん名声上げていきましょう。はい、というところで、時間もいい時間になりましたので、今回は一旦この亀山城攻略までとさせていただいて、次回北畠攻略戦に入っていきたいと思います。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。